日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらミスターノーナツ新作のパイ三種とですね、そしてマフィン、ピザ2種を飾ります。ピザはもともとミスドの一部店舗では提供されてたんですけど、今回小さめのサイズで全国店舗に出場した方法があります。で、今回大将ピザは先日紹介したバルミューダのトースターで温めてみます。まあ、せっかくですから、ね、ピザもいつもするマンシューはピザ、チーズのチョコパイの水でチョコパイとアップルアルベイマッチしてます。そしてピザにまずはこちらチーズパイかピザに持ってもらったと思うんですけど、もう忘れちゃったんですけど、まあ、食べてみればわかりました。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ミスドのパイとピザ、温めると美味しいな。もちろん温めなくても美味しいですけどね。サクサクカリカリという心地よい音ってマイク忘れてた。何オーダーに今気づいてちょっと調整してました。はい、たく何をやってるんだかね自分は。とまあ改めましてもっといろんな味のピザとかパイ食べてみたくなるな。もちろんマフィンもね、甘くてとろーっと広がってきたり、むにゅっとコクのあるうまみがじゅーっとしてきたり、本当に美味しいです。ミスドの店舗で提供されてるマルーのピザも食べてみたくなってきた。近くのお店にないんだよな、残念。それぞれの詳細についてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。そして申し訳ございません、ちょっとバルミューダのトースター使うことで頭がいっぱいになっててマイクの調整をミスってて、最初の方もしかしたら音が聞き取りづらかったかもしれません。お詫びします。で、食べた感想なんですけど、まず3種類の場合、最初に食べたのは多分ビスクミート、いやなんだダメだ、最初に食べたのはチーズパイでしたね。そうだ、思い出した思い出した。チーズが濃厚で口の中でじわーっととろけてうまみを出してきました。続いて食べたビスクパイもちょっとオーロラソースに近い味わいで、だからただトマトが流れてくるだけではなく、ちょっとまろやかさがありますね。なのでビスク、チーズがお好きなのであればチーズパイ、ちょっと変わった味を食べてみたいなと思った時はビスクパイがおすすめです。次に食べました、こちらのピザッタ。ちょっと温め方書いてくれさ、ご丁寧に書いてくださってるんですけど、ほんとだから温めてみましたよ。こちらもチーズの方は結構カリカリとした味わいの中から旨味がじゅわっととろけてきましたし、ミートボールピザの方はバジルが結構強めに出ていました。噛んだ瞬間に緑の青さがぐわっとくるので好みは分かれそうな気がします。そしてチョコパイはサクサクという音と甘いとろけるチョコレートがとっても美味しかったんですが、温めるとどうしてもクリームが溶けるので崩れやすくこぼれやすくなるのが問題です。食べやすさを取るか美味しさを取るか悩むところです。で、最後に食べたこちらのマフィン、アールグレイアップルマフィンは噛んだ瞬間に紅茶の香りが結構強めで口の中に、一方少し量が少なかったかな、控えめすぎてもうちょっと多く買ってもよかったなぁと思いました。で、今回食べた中だと、ビスクパイとミートボールピザが、トマトやお肉、エビの旨味が口の中でブワッと広がってきて、少し爽やかさもあり、一方、強いパンチも効いていたりして、かなり主食として成立しているように思いましたので、今回の代表として5点とさせていただきます。ミスドで食事っていうのはもともと今ヤムチャとかありますけど、手軽に食べられるという意味ではパイやピザの方がいいですね。ヤムチャの新作も気になってるんですけど、自分の行く店舗には売ってないんですよね。前行ってた店舗にはあったのに残念です。それでは風鈴でサラリーマンを癒すか、チリンチリンという風情を感じたいのかな。それでは今回はミスドの新作商品6品を食べてみた動画でした。この動画がもしよかったら、高評価とチャンネル登録お願いしますね。そして、よろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。
本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。